本日の BO1 お疲れちゃんです。ラットです。そしてお疲れちゃんです。焼き鳥です。はい、ということで本日は BO1 やっていくんですけど、本日も今日は焼き鳥と今一緒にいるってことで、焼き鳥とやります。で、そうっすね。何なんもねえわ。はい、ということで行きます。で、僕はこのデッキですね。で、今日は今言えれないんで、隣いるんで、このデッキで焼き鳥はね、ボコボコにしたいなと思います。よいしょ。さあ、オッケー、焼き鳥いいよ。よしよし、マジで分からす、ここでここで分からす。いやいや、分からすだろ、そっちが。よし、マジでボコボコにします。で、このプリンセスのスタンプが今日出て買ったんですよね。まあ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 、は？はい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 、なるほどね、なるほどね。まあまあ、そういうことがあるよな。で、まあまあまあ、こうしますと、おいしいおいしいおいしい。もう三発、これはもうアドですね。アドアド、焼き鳥アドわかる？アド、おー、しかもウッド。おー、なるほど。これさては焼き鳥さん、あれですね、あの最近なんか調子いいみたいな、調子いいみたいなんできたんですか、焼き鳥さん。これあら、これなんですよ、焼き鳥さん三重石デッキですね。あれはこれは焼き鳥さん三重石デッキっぽいんで、これもだガコブレしんどいっすよね。これよいしょ、ウッド咲いたんで、まあザップがないなっていう。よしよし、もうこれ大事弱いっすね。相手にならないっすね。よし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 、まあまあ1個落としていきますと。で、まあこのゴーストはギャングでこう囲んであげてもいいんですけど、こう囲まずにこのダメージをまあ受けてから出す方が結構いいっすね。ああ今のは事故っす。あれでギャングがそのまま残ってカウンターっていうので、相手の試練にまたダメージ与えるっていうのがすごい強いですね。あれ、エリポン置いてもいいのこれ。三重石出せる、コストある。いやいや、ほんとに、いやいやいや、だやめて。一回ここはあれですね、落ち着きましょう、一回落ち着きましょう。で、まあエリポンにダメージ与えれたんで、ここはしっかり守っていきます。よいしょ。あー、もうヌーブヌーブ、よいしょ。で、アイスゴールでしっかりターゲット取って、で、コジョバブでもターゲット取って、よいしょ、これザップで、あー、なるほどね、なるほどね、はいはいはいと。だけどガゴムにしんどいよな。いや、いいよ、ガゴムで。いや、で、今ウッド咲いたんで、うわー、うまい、やばい、ここはちょっとやばいっすね、さては。と思わせといてからの、よし、30で、ここはもうザップも打って、いや、守って守って、よいしょー。ここはもう、え、え、え、なんで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 、え、ちょ、待って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 、え、なんで、なんで落ちちゃう、え、俺も分からんないけど、え、ちょ、待って、え、俺今完全もう勝ち確だと思って、なんかスタンプしようたのに。でも、これはもう、あ、これはもう焼き鳥さん、あれあれ、あら、せっこいやんか、ガゴムレとか。これあれですね、焼き鳥がウッドだったんで、このガゴムレがもう無双してましたね。はい、ということで、まあボコボコにしました。はい、焼き鳥さん、一言どうですか、一言。せっこいわってことで、こんな感じですね。焼き鳥が使ってたのは、まあ、ザッピーゴーストのランバー30し、でもウッドで、しかもこのデッキで12勝無敗したんかな、したね、みたいなんで、まあ、このデッキも意外と強いみたいなんで、よければ使ってみてください。はい、っていう感じで、はい、今回は以上になります。それでは、あ、いやいやいや、締めやっとんじゃんか、邪魔すんだよ邪魔すんだよ。はい、ということで、はい、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。で、ファブゲーミングで、まあ焼き鳥と僕一緒にやってるので、また来シーズンですね、クラロワリーグでやっていくので、まあ、応援もよろしくお願いします。お願いします。ではでは、バイ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 。